こんにちは、マセン64ケヨンです。今回は、ドラゴンクエストスーパーライトの闘技場ですね。をやっていきたいと思います。なかなか最近ちょくちょくやってないので、この、機会に、ちょくちょくこの、ポイントを貯めたいかなと思います。なかなか、てかさ、見た目強いよね。見た目が。相手様の向こう多いな。一番右の女の人が。なかなかよろしいかなと。ノイファンで。ノイファンもいいけどさ。わお、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 わお。うお。ゾウも倒してくれない、まだ。地獄のヌエって言うんだ。回復しやがった。モロタで。モロタで何回攻撃してくんねん。いや、見た感じこっちの方が弱そうなんだよね、キャラクター的には。このポイントさ、35くらいずつしか手に入らなくて、もうちょっと欲しいなっていうのが願ってるんですが、未熟弱か、懐かしいなその名前。未熟弱最初に知ったのって多分テリーのワンダーランドとかその辺だと思うんだけど、懐かしすぎる。未熟弱。普段未熟弱っていう単語を使わないもんね。つくみ上がっちゃった。半減なんかい。向こうだし。どんだけだよ、こいつ。よし。これを永遠やるわけですよ。萎えますよね。え？なんか面白いパーティー。メタル系多いな。リーセ。なかなか硬い。バギーまでお投げないよ、多分。流星が結構効くんだよ、相手。イエス。これ、ラウンド数にもよるのかな、ポイントって。言わないよね。35ポイントずつなんですよ。で、あと1280でしょ。まあ、40だとして、あと30回か？だよね。30回勝たないと、昇格戦に出れないっていう、悲しいやつなんだよね。35ポイントってどういうこと？ちょっとね、長丁場すぎる。さすがに。え、大したことなかったっていう。一番右のスライム、金のスライム。お
焚き火ってなかなかやるよね。このスライムのリホマラーが優秀。なんでかっていうと、一番素早さが遅くて、最後に回復してくれるので、すごい優秀。その弱点の素早さを克服した的な、てかむしろ長所。最後に回復してくれるから。だからすごい早く回復させたいなっていう時は、ちょっとあれなんですけど、ただ、この、闘技場的に言うと、ジメジメバブルって知らない。闘技場で言うと、すごい有効。ダリハーマがどれぐらい有効なのか、もう把握しきれてないんだけど。そのダリハーマが、ヒメイだったっけ？が素早さが速いので、なおさら有効という。あ、お亡くなりになった。ウルトラキメイラか。で、最終的にこの流星っていう技で、相手の引き数が少なくなったら使えるので、しかもメタル系には確実に効いてくれるので素晴らしいですね。でちなみにガチャは無料ガチャしかまだ引いてなくて、ジェムはずっとため溜めっぱです。まあ理由としては、まあ特に今の段階で引く必要の必要性がよく感じられないので、しかもこのパーティー結構固定されてるのでいいなぁと思って。まあ、リーダーがねちょっと不安定なので1体は入れたいかなと思ってるんですけど、入れるとしたらウルトラキメイラかなぁ。でも長所がいいので、なんかリーダースキルがいいやつがいいなぁと思ってる。あ、もうちょっと早いんだ。18連勝とかしてんだけどな、ね、もっとくれよっていう。ボーナス35はボーナスなのかな、もしかしてまさかのポイントは別。そうでもないよね。練習ボーナスとか35ってこと？もしそれだったらすんげえ恥ずかしいんだけど。ただ基本的にやることは一緒なので。終了した。もうハテナハテナハテナの1100とかだったよね。あ、関係ないよね、やっぱり。悲しい。その多分ね、この格闘技場のこの剣っていうのが最高所持できるのが50枚だと思って、50で、うん。あんまやってないとずっと溜まってってばっかりなんで、あれ選択しなかった。あ、そういうことか。画面タッチってか。という
悲しい。このなんだこの作業みたいなやつ。レベル結構上げてきてしまったので、オレンジ色になっているやつがレベルマックスな状態で、白いのがまだ上げる余地があるやつなんですけど、おお、さすが強いですね。え、前の3匹何だったんだ。今のバギーまで終わったぞ。なかなかやりようと思ったのかな。で、ハテナハテナハテナの方は、1日あなんだ、5000で小さなんだよ、5枚ってことか。なるほどね。理解した。で、なんだっけ、進化素材が結構重たくて、その進化素材を、まあ進化できるんですよ、その左から2番目と3番目。ハテナハテナ属性、ハテナハテナハテナ系属性なんですけど、それがちょっと難易度が高いダンジョンじゃないとゲットできないので、まだ進化できないんですけど、このパーティーでも多分ね、普通に負ける、余裕で負ける、クレのレベルのダンジョンなので、多分相当先じゃないとできない。それか、なんだっけ、あれ、魔法の、なんだっけ、小さなメダルとかで手に入るとか、そういうので手に入れてっていうのが、もしかしたら一番早いかもしれない。ということで、グダグダしてる感じなので、今半分まで行きましたね。まあ、なんとなくやってて、で、溜まったら昇格戦やろうかなと思います。で、階級が、一番最高が 7?みたいなので、まあ、そこまでいったらランキングバトルとかそういうのやっていきたいなとは思っております。はい。ということで、ドラゴンクエストスーパーライトの闘技場の階級6までの途中的な感じの動画でした。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。じゃあね。